ゲリラ？ちょっと、それはわしが先に見つけたんですぞ。あかん。こりゃあヘビイチゴだ。食べられないやつ。毒はないはずだけど。うん、美味しくないし。出汁にならねえぜ。あ、空腹が痛む。私の空腹ゲージはゼロに近いよ。マジで餓死する5秒前です。痩せた土地だぜ。ん？この聞き慣れたツルハシの音色は、あれは、お肉だ？じゃなかった。新鮮な甲府くんじゃないの？ようやく人に会えたぜ。よそ者か。少し遠いところから流れてきたんだが、この地でさまよっている間に物資が尽きてな。私の命が惜しかったら水と食料をちょうだい。必ずお礼はします。あいにくだが、こっちにも余裕がなくてな。物乞いするならよそに行ってほしい。よそって。ほら、美味しくはないけど、僕のお昼ご飯でよければ。おい、ケルサー。お、ありがとう。ただで裁量が少ないんで、3人で分けてしまうと、あまり腹の足しにはならないかもしれないが。ち、おい。あんたたち、俺の昼飯も半分やる。すぐそこに沢もあるぞ。すまん、礼を言う。だけってのは性に合わんぜ。代わりに鉱石掘りを手伝おうかい。あいにくだが、鉱夫はそう甘い仕事じゃない。そろそろ鉱石もいっぱいになったし、ほら、ちょうど運搬用の荷車も来たから。牛肉だ。こんがり肉です。上手に焼きましょう。なんなんだ一体。町に戻ろうか。よければ、君たちも案内するよ。あ、悪いが、甘えさせてもらうぜ。すぐ近くにこんな大きな町があったんですな。でも、なんだか神秘臭いね。あ、もうすぐ税を納める期日だからね。税？あれだ、貴族お抱えの徴税官さ、兵士を引き連れて、奴らは俺たち住民が、凶作続きで国も困っているのに、税金だけは毎月毎年きっちりむしり取っていきやがるんだ。村長、ハゲが暴れてるぜ。キムハゲ、だの誰だ。霊夢さん。おお。さっきの兵士は何やってんの？搾取するだけで還元はしないか。もう限界だ、オードリック兄さん。ああ、行こう。ここにはもう、未来はないさ。当てはあるのか？ない、だが、ここにこれ以上しがみついても、緩やかに殺されるのを待つだけだ。僕らは今ある財産をかき集めて、開拓団に加わるよ。どこまで生き残れるのかわからないけど。ふむ。村長。ああ、お前たち、確か、ケルサーと。オードリックだ。私の名前はマリサという。私はヨウムだぜ。そんでもって、ハゲにやられて墓の下にいるのがレイム。さあ、立ちましょうお嬢さん。そこにはわしも。そして亡くなられた方もいませんぞ。当てがないなら我らに当てにならせてほしい。は？遥か遠き開拓地、ファーゼストフロンティアか。こしらえましょう。たどり着いた皆さんが、安寧に暮らし続けられる理想の村を。ふひひ、美味しいものがいっぱい食べられる場所にしたいね。さあ、始まりだ、諸君。改めて、私の名前はマリサ。私が、この村の初代村長である。周辺地域の偵察を終了しました。中央集会所を建設するための有望な場所を選択してください。少し肌寒くなってきました。これ以上進むと本格的な雪山になりますな。お世辞にも豊かな土地とは言えんが、その分開拓の死骸もあるというものだぜ。マリサ村長、高台に登ってみて、見渡せる範囲で周囲の状況を確認してみたぞ。そこら中石だらけだぜ。デコボコが多くって歩くのにも苦労しそうだけど、中央にまだ平坦な場所と、それに小さな湖があったから。湖、ということは、きっとお魚が取れますな。ふむ、食料が発見しやすい場所も確かに魅力的だが、平坦な場所ってのはどうもな。外敵がいる世界なら、まず優先すべきは守りやすさだぜ。そこはさすがに無理じゃないかな。よし、決めた。東側には白雲の尾根が天然の壁となり、西側に佇む湖は敵の侵入を阻害すると同時に、我が村に豊かな恵みをもたらす。侵入経路を狭められますので防衛がしやすく。かつお魚も食べられるってわけねえ。やれやれ。痩せた土地の中でも、とりわけ特に偏僻な場所だ。マリサ村長は、随分臆病なんだな。ただの村長でいいぜ。オードリック、一番怖いのは人間だ。どれだけ物資を溜め込んでも、俗に滅ぼされたんじゃ話にならん。聞いてるかい赤まんじゅう。そこのおでうさんは下木のばっかいをお手伝いしましょう。エルラよ、ほら、牛乳をあげるから、向こうで遊んでなさい。いただきます。エルラちゃんは17歳か。若いな。もう親元を離れてんのかい。両親は町に残してきたわ。この開拓が成功したら呼ぶつもりよ。なるほど。このミルクは、ご両親からの選別というわけですか。ひひ、甘くて美味しいぜ。実家が酪農家なの。でも、私をここに送るために、土地も牛も手放してしまったから。
村長、今すぐに酪農を始めましょう。と言っても乳牛も見当たらねえしな。まずは今残っている食料が尽きる前に体制を整えんと。村長村長。はいはい、なんだい。集会所が完成したよ。おお、ひ、こりゃまた、随分立派なのができたねえ。かやぶきか。うむ。悪くない、お前らなかなか器用なんだな。へへ、伊達に貴族たちにこき使われていたわけじゃないんですよ。ウィルターナーさんです。エベランドです。ふむふむ、中央集会所が完成したことで村内の状態や物資状況なんかも把握しやすくなったな。ちょっと、食料がもうあとこれっぽっちしか残ってないじゃないの。根菜が62。こちらは燻製肉でしょうか。ジュリ、私が知ってるドライミートより美味しそうな見た目してるぜ。やっぱまずは食料確保に動くのが正道か。ちょっと待ってほしい。オードリックさん。食料なら、確かに減ってはきているが、まだおのおの、手持ちしている分がある。だから。ふむ。住居が不足しています。十分な数の住居が提供できません。投資の危険を防ぐために、より多くの小屋を建設してください。投資か。もう勘弁してほしいです。まだ冬までには時間があるぜ。夏が終わるあたりまでは野宿でも問題なさそうではあるが。村長、ここにいるみんな、税金の方に住居を取られたものばかりなんだ。自分の家を持てる。それはきっと、新天地でこれから頑張るみんなにとって、大きな希望になると思うんだ。ケルサーさん。まだあばら屋しか建てられねえぞ。お。ひひ。にわか雨もやんで聞いたぜ。オードリックくん、ケルサーくん、マルタを集めてこよう。はいはいはい。おお、わかってんじゃないの。トラトラトラ、トラーミン、トラトラトラ、アイアイモードはもう。歌ってないで仕事しなさい。はい。踊り出さないだけまだお前はマシな方だぜ。警官とマッチした素晴らしい丸太小屋ですな。大工のトラーミンくんいい仕事するぜ。そうかな。ふ、そう言ってもらえると。あんまり旦那を甘やかさないでちょうだい。は、ハーラさん。え、旦那？姉さん女房かい。うむ、いい鶴橋の振り方だ。ハーラ、お前には荒野を生きる素質があるやもしれんぜ。忠誠がないなら荒野でもどこでも天国よ。奪われるんじゃない、自分で自分の家を自由に建てられるんだもの。こんなに身が入る仕事はないわね。税金ってそんなに悪いものなんです。思えばあんまり縁がなかったもんね。取り立ててても追い返すしな。そっちの方が想像しにくいけど。そうね、このハンマーと同じで、言われてみれば使いようなのかもしれないわね。ふーむ、村長。おう、オードリック、住居ならすでに完成しているぜ。あ、正直ちょっとホッとしているよ。ん？要望を出しても、芝にもかけられないのが当たり前だったから。なんだ、出れるのが早いな。別に。俺は、ふん、家があるだけじゃな。むむ？小屋は断熱性が低いんだ。冬を越すには薪が必要だし、それに。炊事、料理をこしらえるのにも、当然薪は必要ですぞ。そういうことだ。丸太を薪に加工するための薪割り場が欲しい。薪割り場か。住居に薪を運ぶ手間を考えると、小屋に近い場所の方がいいか。あれ？でも、小屋の近くに建てようとすると、みんな露骨に嫌そうな顔するぜ。寝てる時にカン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 音がするなんて。騒音妨害よ。音払よ音払。なかなかここの皆さんも言うじゃないですか。ふふん、変に遠慮されるより100倍マシだぜ。このくらい離れてや問題ないな。今はまだ初夏ですので、ここから準備をしても、冬までには十分に間に合いまするな。随分簡素というか、シンプルな薪割り場だね。十分だ、薪割り場なんだから。無駄に豪奢である必要なんかないさ。オードリックさんが当面は薪割りを担当してくださるそうです。丸太1本を細かく割って20本の薪にするわけかい。こりゃ生産調整をせんとあっという間に倉庫が薪で埋め尽くされそうだな。とりあえず100本は薪の在庫が常にあるように管理していくぞ。うむ、過不足が目立つようなら後で私から指示を出すぜ。おや、ジャラルトさんは一体何を。ふふん、これは井戸さ。井戸、村の西には湖あるぜ。僕は水にはこだわりがあるんだ。みんな、当たり前にあんな水たまりの水を飲んでいるけど、あんなものは僕に言わせれば汚水さ。汚水、ちょっと待って、思いっきりガブ飲みしちゃったんだけど。お前なら平気だろ。僕が井戸の管理をするから、ジェラルトの美味しい天然水、これからは安心して飲んでくれよ。ジェラルトさんの天然水。ジェラルタルガイザーですな。なんかお腹痛くなってきた気がする。気のせいだろ。さて、とりあえず住環境についてはこれで問題なさそうだ。次は食料の確保についてだが。ん、食料在庫が完全に底をつき申した。く、どうやらこの村の命運も尽きたようだぜ。周辺を改めて見渡してみたところ、どうやら少ないながらも村の周りに食べられそうな果実、バラ科の山椒がちらほらと生えているようだぜ。山椒、確か乾燥した土地でも生えている植物ですな。私食べたことあるけど、あれ超酸っぱいんだぜ。それだけ栄養もあるってこった。山椒は晩秋になると実が落ちちまうから、その前に最終小屋を建てて取れるだけ取っちまうぜ。あやい、
酸っぱいベリーだけじゃ私は生きていけないぜ。湖に釣り小屋も建てて、新鮮なお魚くんたちも食卓に並べていこうよ。この出っ張り、まるで釣り小屋を建てるために用意されたようなあれですぞ。最終化。ふふん、あれは繊細な作業だからよ。いいぜ、じゃあ村長が直々にやってやろうじゃないかい。ダメです。お君は、ビシュラちゃん30歳。今度年に触れたらヨウムちゃんにはベリーをあげません。二度と触れないぜ。最終は、村長がおっしゃるように繊細な作業です。私は子供の頃から母に最終の極意を教わってきました。ぜひ、私に任せてくださいませんか？そうは言うがな、ビシュ。私も器用さなら一加減持ってる。ビシュラさんにお任せします。いや、ビシュラさんにお任せするんです。あら、鳥の巣もありますね。もう巣立ってしまったようだけど、渡り鳥でしょうから。来年からは、オムレツも食べられそうですよ。ビシュラちゃんに任せようぜ。村長じゃ採集した時卵割っちゃうかもしれないよ。ふん。それでは、遥か遠き開拓地、ファーデストフロンティア、この土地由来の最初の食料を手に入れられたところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。まったねー。